いや、まずママって呼んで何言ってくるかな。そしたらデスクトップ見てっつって、これダメ絶対な、ちょっとわかんないと思うけどこれ言わないでっつって、で一回ちょっとちょっと一回じゃあ一回ちょっとミュートして、ちょっとちょっと行ってくるね、一回ミュートして、一回そのマミーちょっと何してるかだけちょっとかか確認してくるかな、ちょっとかか確認ね、ちょっと待ってて。じゃあちょっと一回離れるね。死のカウントダウンノックがいつ来るかが分かんない。いつ来るんだろう。死のカウントダウンへのカウントダウンはいつですか。死のカウントダウンがいつ来るの。ちょっと怖い、それだけが。ちょっと待って、何、ちょっと待って、入るの。ちょっと待って、ちょっと待って、みんなちょっと一回待って、ミュートするから待って、待ってて、ちょっと黙ってて一回ね、ごめんね。やばい、なんで隣にママがいんの。ちょっとね、ママ、ちょっと黙ってて、ちょっと待って、緊張してるから、ペコラも。ちょっとペコ、ちょっと何、いつもとちょっと違う感じじゃん、ママ。ちょっと怖いんだけど、ママも多分このデスクトップ見て、なんかちょっと目が点になってる感じだと思うけど、私、VTuber というのを実はしておりまして、知ってる VTuber マン。何それ。なんて言えばいいんだろう。あれだ、YouTuber してるし、ママ YouTuber るよ。それのバーチャル版みたいな感じのをちょっと実はしてますね。何でバカ、なんかすごい笑ってんだけど、ママが。ちょっと待って、ね、バカにするのはダメだよ、あんたす、前もダメだよ、ちょっと待って。でもペコーラのさ、VTuber っていうのを実はしてて、で、なんで今日ね、ママに言おうかと思ったのは、YouTube でママ知ってるでしょ。知ってるよ。で、ペコーラ、実は、YouTube っていうところで、VTuber として配信をしててね、実はね、ほら、時々うるさいとか、 LINE 流したね、大きな声で LINE うるさくて、怒りマーク。いや、本当にね、ちょっとママにはちょっと LINE でちょっとうるさいって時々言われたけど、ちょっと実はそれで、チャンネル登録者数がなんだ、100万人。そう、100万人いきました、ペコちゃん。すごいでしょ。すごい、びっくり。何緊張してない、なんか大丈夫、このコメント見てなんか緊張してるでしょ、なんか。え、緊張してる。緊張してる。いつもと違うもん、なんかお母さんが。だってママペコーラにさ、ゴリラとか言ってたじゃん。言ってたよ。ペコーラがさ、筋トレしてる時にゴリラって言ってたのにさ、なんか今日さ、おかしくない、このコメントとか。なんかさ、やっぱ配信になってて、なんかちょっと変になってるよね。大丈夫。え、でもペコーラが VTuber ってことで知ってた。変なことやってんのかなって。大きな声で帰ってくると、いつも大きな声ばっか聞いてたから誰と話してんだろうと思ってた。実はこの配信って言って、今こうやってコメントリアルタイムの人がいるんで、これは一つ一つコメントあるペコじゃん、これ人なの。そう、今だからママの声も今配信に載ってるっていうことだよ。だから見したじゃん、この配信ページを。言ったじゃん、だからこれ NG ね、マジでこれ言わないで。はいじゃないペコだよ。え、そう、やばい、何そのペコ。ちょっとやばい、親がめたいこと言おうとしてる。ペコじゃ、ママペコランドのママペコだから、ペコママもペコって好きんじゃないの、ゴビに。ねえ、ちょっとバカにしてる、うちのママちょっとバカにしてる。そうだね、ペコだねとか言ってんだけど、ちょっと違い、びっくりしないの。びっくり、なんかびっくりしすぎちゃって声が出ない。いや、そりゃそうだよね。てか、やっぱでも気づいてた、ちょっとね、気づいてる感じはあった。なんかね、でもまさかこれをやってるとは。どう、でもさ、態度ちょっと悪いかな、どう。ちょっと悪いかな。ちょっと頼むよ、ちょっといい子って言ってよ、いい子って言うでしょ。え、どう、とってもでも優しいよね。あ、そうだよね、うん、そう、優しい子ではあるけどね。そう、優しいんですよ、ペコラは。そうだよ、黄色とか
緑とかアルペコじゃん、うん、これはなんかあの なんて言えばいいんだろうあのスーパーチャットって言ってあのお金をなんか投げてくださってるというかこの投げるそうこの1120円とかあるじゃないですか、うん、円っていうのはあなんかプレゼントフォーユーみたいな感じなわけよな。落としてペコラちゃんのこと大好き頑張ってってそう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 いうことなんだからありがとうって2人だよありがとうございますありがとうペコねやめてよマジでうちのお母さんマジねえもういいやこれやばい黒歴史になるちょっとお母さんマジ頼むってペコ何言ってんの何言ってんのやめてよマジでねこれさほいろんな人聞いてんだよあ大丈夫大丈夫ちょっと黒歴史になるよマジでペコラのママだもんねそうだよ当たり前だよねそうペコやめてもなのかなえもしかしてペコーラのさあの大きい声とかでペコとかで聞こえてたの？なんか、ね、玄関入って帰ってきた時に、うん、配信してる時だと思うんだけど、うんうんうん、なんか変な言葉使ってるなって思ってたペコーラよりもさペコ使うのさ多いのやめてくれない？ちょっとペコーラ最近ちょっと少ないだからちょっとやめてよマジでやりづれマジであでもそうなんだやばいつも LINE でさ冷たくうるさいって言う人なんだよでペコラにゴリラって言う人だよゴリラって言ってないから言ってるよマジストレッチストレッチの時言ってたのなんであのトレーなんだっけあのさペコラがさダイエットしたいって時にさゴリラがストレッチしてるかと思ったって言ってたじゃん言われた方がね気づいてんだよ言われた方はいや言いました傷ついてるに決まってんじゃんペコラほら猫背のこと多いってよく言われたペコじゃん、うん、でなんかママにさあれゴリラがストレッチしてるかと思っちゃったよ傷つきましたからあの時ごめんね遅いよ遅い消えてた消えてた遅すぎなんだよマジでミカエルとディアボロの話あお兄ちゃん2人いやもういいよなでもママだけで十分じゃんもう家族のこと掘り下げないなマジできついよねもうダメよね秘密だよね秘密だよね死だよねそう兄お兄ちゃん2人いるペコだけどもうそれはもういいよねだって今ペコちゃんとさママの話で十分だもんなねねいや今日いやお兄ちゃんには言わなくていいよねママ言わなくていいよお兄ちゃんびっくりしちゃってなんかやばいやばくなりそうだよね余計にね、うん、やばいそれはやばいと思うわ何声ちょっと似てるって似てなくない似てるマベルの方が可愛いでしょいや可愛くないよあんたふざけんじゃないよ娘より可愛いわけないでしょふざけんない笑ってんだけどすごいマミンの方が可愛いでしょってずっと笑ってんだけどいや私の方が可愛いペコラの方が可愛いだろ普通にそうだよねそうやから食べるあ見てキアラちゃんいるこれキアラちゃんこれはあのホロイーヌって言ってあの英語圏あの海外の、うん、あの VTuber ででもホロライブ所属のペコちゃん英語苦手じゃん大丈夫当たり前大丈夫に決まってんでしょ大丈夫に決まってんじゃんバカやめてよあんたちょっとそんな英語苦手じゃんとか言わないでちょっとキアラちゃんって可愛いのねえそうあの不死鳥っていうのあのフェニックス何ていうの不死鳥って何フェニックスあの何ていうのあの死んでもまた生き返るやつ、うん、そうそれでね一回ねほらペコラマン見てもらったあの結構ねペコラのことね好き好きって言ってくれてる子なのそうなのそうよろしくねキアラちゃんもういいね、あんたよろしくねとか言わなくていいからマジでやめてやめてちょっと頼むから怖いからちょっとそういうのちょっとやめてよちょっと怖いじゃんそういうのやめてちょっと待ってじゃあどうぞ最後にママから一言皆さんにどうぞはいあこうあマイクに近づくかはいどうぞ一言はいリスナーさんいつもペコラのこと応援してくれてありがとうありがとうございますペコこれからもよろしくお願いしますね。お願いしますペコは。はいじゃあもういいもうじゃあお疲れ様です。冷たいね。いやいいもうはい帰って帰ってリビングにいて。はいごめんさよならバイバーイ。はいまたじゃあ配信終わったらすいませんがはいよろしくお願いしますバイバーイ。Something captain descends, little bit she rub up on my penis. I just came